令和3年4月30日、今年新しく熊本県警察山岳救助隊となった隊員の辞令交付式が阿蘇警察署で行われました。辞令交付に先立ち、山岳救助活動などに功労のあった山岳救助隊副隊長で阿蘇警察署の岩下圭司地域交通課長に感謝状が贈呈されました。そして熊本県警察本部山川清生活安全部長が新隊員11人の代表として高森警察署の豊住良平警部補に山岳救助隊員としての辞令を手渡しました。そして山川清生活安全部長が訓示を行い、これに対して新入隊員で阿蘇警察署の大塚真央巡査長が力強く宣誓を行いました。この後隊員たちは阿蘇警察署の訓練棟に設けられているボルダリングを使って岩場を登る訓練や遭難者を背負っての救助などの訓練を行いました。熊本県警察山岳救助隊は昭和45年に発足。現在、県警本部と阿蘇警察署、それに高森警察署の署員26人で編成されています。昨年、阿蘇では3件の遭難事故が発生。1人が亡くなり、4人がけが。山岳救助隊では2件の遭難事故に出動して救助活動を行ったということです。